この子を産む。名前はキャンディス・ホワイト。結局残ったのは私だけ。こんなに可愛くてこんなに歯が丈夫なのに。キャンディー、キャンディー、降りてらっしゃい。はーい。12にもなってまだ木登りなんか。キャンディー、キャンディー大丈夫？キャンディーったら。ポニー先生がお呼びです。もしかしたらレイクウッドの方へ行くことになるかもしれないのよ。私を引き取ってくれる人が？レイン先生ね、お金持ち？とっても。うわー、すごい。やっほー。キャンディー、お待ちなさい。違うのよキャンディー、あなたは幼女じゃなくて。ラガン家がイライザお嬢様の話し相手を探しているの。話し相手？パパやママができるんじゃないのね。嫌なら断ってもいいのよ。そう、あなたの一生の問題ですからね。私行きます、今すぐに。キャンディー、そんなに急がなくても。私は知っているの。ポニーの家が12歳にもなった女の子を置いておくほど余裕がないってこと。キャンディお姉ちゃん、ごめんね、お昼寝をしている間に行っちゃって。だってそうじゃないと。明日の扉を開けるな。
ここがラグーン家。まるでおとぎ話に出てくるみたいなお屋敷だわ。あの子がイライザなのね。私話し相手なんかいらないわ。さあここがあんたの部屋だよ。着替えたら下にいらっしゃい。はい。私の部屋、なかなかいい部屋だわ。ちゃんと家具までついてるじゃない。生まれて初めて自分の部屋を持ったんだわ。さっきのことぐらいでくじけてたまるもんですか。私は幸せへの第一歩を踏み出したのよ。お前孤児院から来たんだってな。出てってよ。私着替えてるのよ。失礼じゃない。へん、お前の着替えなんか見たくもないや。せっかく楽しい気分になりかけたのに。かわいそうに、イライザには今まで同じ年頃の遊び相手がいなかったの。あなたにとっても知性と教養を磨く良いチャンスですからね。うーんと磨いてあげてよ。キャンディス、返事はどうしたんですか。はい。食事はメイドたちと一緒になさい。よかったよ。あんた食事は別で。あの人たちと一緒じゃ食べた気がしないもんね。とにかく家庭教師が38回も変わってるのよ。甘やかしすぎたのさ。あんたもこれから大変だよ。そんな感じだわ。なんてことを。この花瓶は私のお気に入りだったのよ。すみません。あなたたちちょっと待ちなさい。あなたたちですって。お嬢様と言いなさい。うわー、この子やだ。来るな来るな、あっち行けよ。汚い。見ろよイライザ、こいつの髪めちゃくちゃにもつれてやんの。なんだこいつ。何よ。ママ、キャンディがお兄様を。キャンディ、なんて乱暴な子でしょう。でも、ニールが。口応えは許しません。夕食は抜きです。あんなとこへは、二度と戻らない。ポニーの家帰りたい。泣かないで、おちびさん。あなたはバラのせい。バラのせい。なかなか面白いことを言うおちびさんだな。そうよね。
おちびさん、笑った顔の方が可愛いよ。そうよ、泣いたりしちゃいけない。キャンディーらしくないの。あ、消えちゃった。このお屋敷の人なのかしら。それとも本当にバラのせいだったのかしら。もう泣いたりしません。だからもう一度会えますように。ポニー先生、レイン先生、キャンディーは元気です。今張り切っていろいろなことを教わっています。パンの焼き方やお皿の洗い方、そして上流社会の歩き方も。キャンディったら、これならもう大丈夫ね。お呼びですか、お嬢様。見て、新しいドレスよ。これを着てパーティーに行くのよ。わー、綺麗。とっても素敵。そばに寄らないで、汚れるから。でも近頃だいぶ素直になったようだから、お前も連れてってあげるわ。パーティーに私が。でも着ていくものが。いいわよ、そのパジャマで。パジャマ召し使いはそれで十分さ。いいわ、行きましょう。驚いた。本当に行く気よ、あの格好で。いいじゃないか、お前のいい引き立て役になるさ。玄関にみんな清掃して待っているわ。ハロー、泣き虫さん。ハロー。おい、アンソニー、この子を知ってるのか。僕にも紹介しろよ。キャンディーはうちの召使いよ。それよりアンソニー、どう、このドレスは。似合うんじゃないの。さあ、エルロイ大おば様がお待ちかねだ。アンソニー、アンソニーっていうのね。アードレー家の一族の皆さん、私と可愛い三人の孫のためにようこそ。こうしてみんなが元気な顔を合わせられるのも、神とアードレー家のご先祖のおかげです。キャンディ、私たちがここに住む。ケーキ食べないかい。ウィリアム王子様もご賛成。エルロイ大婆様は一度話し出すと長いんだ。あま、うんうん、まあ誰です、今笑ったのは。あの私が。キャンディ、すみません大婆様、あの子はうちの召使いで。大婆様ごめんなさい、僕が彼女を笑わせたんです。アーチー、なんて顔なの。ハンサムが台無しですよ。あ、もう
さ、キャンディ。ずるいぞ、アーチ。いつの間にお近づきになったんだ？それでは、大おば様の健康を祝って。乾杯！もう食事にしましょう。あなたたちには負けたわ。話はこれぐらいにして、お食事を。ねえ、アンソニー、あちらでご一緒に。僕はここでいいよ。泣き虫さん、飲み物は？キャンディって、出しゃばりすぎなのよ。素敵！まるで夢みたい！キャンディ、台所を手伝ってらっしゃい。イライザ。召使いは台所でいいのよ。ブライトン家のお嬢様がお着きになりました。アンニー！アンニー、懐かしいアンニー。さよなら、キャンディ。孤児院にいたことをお友達に知られたくないの。お手紙、これっきりいたしません。まだこんなところにいるの？まあ、アンニー。いらっしゃい。久しぶりね。アンニー、キャンディーを知っているの？アンニーにみなしごの知り合いがいるわけないだろう。それもそうね。キャンディー、どこへ行くの？キャンディー。キャンディー。ごめんなさい。アニー、とっても綺麗になったわ。素敵なお嬢様だわ。幸せになってよかったわね。でも、こんなに懐かしいの。大好きだったのに、話もできないなんて。キャンディー！キャンディー！イライザの具合が悪いんだ。客室でベッドを整えてくれ。3階の一番奥の部屋、イライザは僕が連れて行くから。あの部屋ね。真っ暗だわ。そこで幽霊とダンスでもしてるがいい。開けて、お願い。いくら叫んでも誰も来やしないわよ。アンソニー、踊ってくださらない？ねえ、キャンディーを見なかったかい？あの子なら帰ったんじゃない？上流階級には合わないのよ、きっと。僕らにさようならも言わずにかい？礼儀もろくに知らないのさ。キャンディー、弱虫の私をいつもかばってくれたキャンディー。踊っていただけますか？あ、アニー。幽霊とダンスでもしてるがいい。キャンディー、ね、キャンディー、しっかりして。キャンディー、アンソニー。キャンディー、大丈夫かい？幽霊！幽霊？これは蝋人形だよ。蝋人形？
こんなところに閉じ込められていたんじゃ見つからないはずだ。私を探してくれていたの？うん、彼女に頼まれてね。ハニー、キャンディー、ハニー、ごめんなさい。私は引き落とす育児たちだ。ハニー、ハニー、いいのよ、ハニー。依頼者たちが知ったら何を言われるかわからないものね。さあ、涙を拭いて。そこのお二人さん、早くしないとパーティーが終わっちゃうよ。行こう。あ、兄弟で踊ってもちっとも楽しくないわ。それはお互い様。アンソニーを知らない？間もなく登場するよ。え？キャンディ、あいつどうやって出てきたんだ？あのドレスが？大おば様にお願いして若い頃のを借りたんだ。素敵よ、キャンディ。冷めないで、冷めないで、これが夢なら覚めないで、あなたは王子様、私はお姫様。花の香りにゆらゆら、風に吹かれてゆらゆら、覚めないで、覚めないで、ポニー先生、レイン先生、久しぶりにアンニーと会いました。アンニーはしとやかで可愛いお嬢様になっていました。それから素敵な人にも会いました。私の悲しみや苦しみを優しく吸い取ってくれる人です。私負けません。どんなに辛いことがあっても。私は明日が